キャメロン・ジェロームは、イングランド・ハダースフィールド出身のサッカー選手。ルートン・タウン FC 所属。ポジションは FW。ユース時代は、地元のハダースフィールド・タウン FC をはじめスークラブで、プレーした。2003年に、ミドルズブラ FC で、プロキャリアをスタートさせたが、リーグ戦での出場はなく、2004年にカーディフシティ、FC に移籍した。 同クラブでは2005から06シーズンに20得点を上げチーム得点王に輝いた。2006年5月31日、毎シーズンの活躍が評価されバーミンガムシティ FC に移籍した。2007年8月25日のダービーカウンティ FC 戦では、自身のプレミアリーグ初得点を含む2ゴールを記録し、チームの勝利に貢献した。 チームはこのシーズン終了後フットボールリーグチャンピオンシップに降格してしまうが、ケビン・フィリップスと共にチームを経営し1年でプレミアリーグ復帰を果たした。カーディフシティ FC が再び2部へ降格した後の2011年8月31日、ストークシティ FC に移籍した。同クラブでのデビューは UEFA ヨーロッパリーグの FC ディナモキエフ戦となった。 2013年9月3日、プレミアリーグに昇格した、クリスタルパレス FC への期限付き移籍が発表された。2014年8月20日、ノリジシティ FC に移籍した。2018年1月16日、ダービーカウンティ FC に1年半契約で移籍した。2018年8月31日、ギョズテペースケに移籍した。 2020年10月9日、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC に移籍した。2021年6月18日、ルートンタウン FC に移籍した。U-21 イングランド代表として10試合に出場した。ありがとうございます。